はい、おはようございます。ネタボンです。今ね、中央道を乗ってね、八王子方面向かってます。まもなく国立あたりなのかな、この辺は。今日はね、道志の森キャンプ場へ、ぬかがし、新しいテネオと一緒に、テネ700と一緒に、キャンプしに行こうかなと思ってます。なんでね、途中の石川パーキングエリアでね、待ち合わせをしてます。はい、まもなく石川パーキングエリア。今日もね、何気にバイクが多かったね、道中。まあ結構出てんのかな。いるかな、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 いねえな。まだ来てないね。到着した。おお、なんかね、クラッシュバーつけたんだって。これ何色っていうの？ロシーブルー。こっち4便くらい。これほら、リンク送ったさ、テネレの、フランス人がテネレ700乗ってさ、モロッコから渡るやつ、あれかっこいいよね。あいつらやばい、あいつらやばいよ。やばい道行ってますよね。そう、あのルートは行かないんですよ。あれやばいルートですね。でもしかもこう2台で行ってるから、まあ助け合ってね、あの沼地をこうキャップついちゃって、そうそうそう。いや、もう結構見ましたけど、これ見たら、ライディングジャケットちゃんとしたやつ行かないとやばいみたいな。まあ普通は着てた方がいいよ。みんなに言われるよ、俺と竹谷異常だったら彼三日ぼっかり竹谷だったじゃん。俺はまあ一応パッド、もうアフリカの時着けてなかったけど、一応まだ G パッド上下。それライダーに言われると思う。ライダーに言われたね。まさかそれで行ってんの。このライダーすごいっすもんね。おー、すごいね。クリーンやつとかこうやった時に大丈夫だよ。いいっすか。だって今日みたいなそんなに着たくなってないんだけど、しかもこうプロテクターついてるとたまんないじゃん。そう、でかくないじゃん。コンパクトにならないんで、どうしようかな。スティールメイトあった方がいいよ。すごくあれ旅ながら何が一番活躍してるの。バイクでさ、こうバイクも盗まれたくない。で、あの箱も
簡易的な金庫にしたいな、1ヶ月結構幅のギリギリのところに一回パニア外して入れちゃうんだよ。で後ろパニアカチャッと食べる、要は物理的に出せないでしょ。で鍵を閉めてピッピッ。はい、石川パーキングエリア出てね、手前のね出口を降ります。あれ16号になるのかな、第一出口だね、この上の第一出口出ます。おー、船でついてきてるよ、ほらね、ダイエーのスーパー来ました。ここでね食材買い出して、次はね薪を買いに来ます。今ね2台こう止めたんだけど、ちょっと見て、やばい、新旧超かっこいい、写真撮っちゃったほらこの角度いいよね。ああちょっと後ろにずれててさ、全部が見える。じゃあ買い物行きます。毎度ね、ゆで卵作るんでね、卵を買いに行きます。そんな買い物しなかった。ちょっとまあ酒買ってないからコンビニで買っとこうかな。薪どうやって持ってく？こんにちは。バイクがお好きということでお話ししてください。ダイエーで買い物済んだんでね、この後ちょっとコンビニ寄ってウイスキー買っていきます。よいしょ。ガソリンの匂いする？あ、俺の。